どうも皆様ごきげんよう、クです。それでは This is 続きをプレイしていきましょう。さあ今回はストーリー3、病室ですね。まあ嫌な雰囲気ですね。3つ目のお仕事、特定のオブジェクトをすべて回収する。本かな、本、聴診器、メス、薬入れかな、トンカチ、薬、注射、カルテで錠剤の入った薬、手袋、トンカチじゃなくてあれかな、あの角形を調べる道具かな、まあ、とりあえず見てみましょう。今まで起きたことに驚愕して大声を上げて逃げ出し、誰かに泣きながら話すのは正常な人間の対応だろう。もちろんそんなことをするつもりはない。私の肝が据わっているとか異常だからではない。よく考えればわかることだ。私でなくてもそういった土産話とともに病院に戻ったらどうなるだろうか。運が良ければ薬がもらえる、運が悪ければ医師免許を取り上げられる。私の幻覚を伴う病気の治療は順調だった。正確に言うならかつての同僚が順調であると言ってくれていた。実際には分からないが、ただ窓から私を覗く目や板の木の板に張り付いた顔などは相変わらず存在し続けている。私は単にそれをうまく無視することができるようになっていただけだ。幻覚が見えているとき、視界と記憶はもう曖昧かな、これは。見ない。例えるなら夢の中だ。悪夢ではない不愉快な時の夢。腐った面で体をふわふわと包まれている感覚。その中で私は自分と非現実の線引きをして恐怖することを忘れるように努める。そんな努力をしていた。つまり最悪だった事件にこんな病室の世話になった。ここはベッドが並ぶつまらない場所で、何かかしら抱え、やることもなく横たわって最低な気持ちになっていく場所だ。だが、そんな気持ちとは真逆の気持ちでベッドにいる女性と話したことがある。彼女は痛みと不安を覚え、だけど喜びと希望に満ちると。僕も入院だいぶ長いこと敷いたことはありますけれども。少しばかり思い出にふけった後、病室内を眺めてみる。任された仕事を放棄するつもりはない。ここは思っていたよりずっと荒れている。語弊があるが、何かしら問題を抱えている患者がいたような痕跡が見て取れる。血痕がありますね、右奥の方に。全くもって人のことは言えないが。では行きましょう。これ何？なんか光ってるように見えるけど。女性用のネックレスのようなここに残っているくらいだから高価なものではないかもしれない。まあ、これは多分2章で手に入るかな。これは何？マネー室があるようだが、あんな場所でわざわざ帰って、わざわざ置いたのは何かしらの意図があったのかもしれない。もしくはこれを置いたやつはこれの持ち主を相当嫌っていたんだろう。隠された的な感じですか。あ、これ瓶ですね、なんか。はい。小さな薬瓶を見つけた。注射用の麻酔薬のようだ。いくら、は使用されたように見える。ああ、なるほどね。この場所で使われたのだろうか。嫌ですね。手袋。血痕がついてるよ。手術用の手袋を見つけた。ここで緊急の手術が行われたのかもしれないが、ただのゴミが紛れ込んだだけかもしれない。まあ、真相は分かりませんね。これカルテかな？違う。これ何？赤子用のおもちゃなら、あ、ガラガラか。振ると音が鳴るものだ。私がこれについてそれ以外分かるはずもない。あはこれ哺乳瓶的な？これ何？あ、注射器か。注射器を見つけた。単純に栄養剤の投与や予防接種、予防注射のために使われていたことをね、祈ろう。あ、これハンマーだ。医療用のハンマーを見つけた。医療用という枕しがついていても砕くことができる鉄の塊でしかない。まあ本気で振りかぶってはいけないですね。これ何？薬か。薬の入った箱を見つけた。どうやら一般的な栄養剤のようである。栄養剤か。これ何？メスか。メスを見つけた。この場所で何に使ったというのだろうか。あとこれ聴診器だ。聴診器を見つけた。回診中の医者が使っていたものだろう。結構順調よ。はい。しおりがある。自分の本をどこまで読んだか思い出せないような人が使うものだ。そうですね。私には必要がない。あ、そうですか。覚えてられるんですね。増加があるようだ。本物の花を病院に持ち込むよりずっと賢い選択だろうが、だとしてもあまり花は好きじゃない。そう。嫌いになったのはつい先ほどのことだ。診察室でそういえばいろいろありましたね。この病室にいた入院患者のリストを見つけた。入院患者のリストか。特に気になるのは妊娠していたとされる女性と精神的に不安定な女性についての記載だ。あ、なるほどね。不安と希望に満ち溢れているというのはそういうことか。手紙があるようだ。病室で書かれた手紙など正直読みたいとは思えない。確かに。あと薬瓶とカルテみたいなやつかな。なんかこの辺ありそうじゃない？これじゃないか。何これ？あ、怖い。
私の天使の一部は彼女のお腹の中にいるわ。それは私の刃を地に突き立てて証明される。いやいや、勘弁していただきたいんじゃが。壁に血痕がある。美容室のこんな汚れを放っておくなんて考えられない。これがこのまま残っているということは、この血痕がついたのはこの場所が正常な美容室ではなくなった時点でのことだろう。確かに。あ、これは読んだ。枕もね、なんかねズタズタになってるの気になっちゃいますね。アコゴを模した人形がある。大抵子供のおもちゃとして扱われるが、そうでない時もある。うん、恐ろしい。ゴム製のボールがある。比較的安全な玩具だが、これで遊ぶ子供ん、これで遊ぶ子供のはつらつさは危険に思える。あ、はつらつさか。これで遊ぶ子供のはつらつさは危険に思えるか。あ、はつらつさね。帽子、なんかいろいろと足りてない。高級さのハンカチがある。清潔に保つためのこれが、ここまで汚れているならこれはもう価値がないに等しいだろう。なるほど。特に何もなくない。薬瓶とカルテ、薬瓶とカルテ、どこに何があるんでしょう。こういうのも調べてみた方がいいかな。馬のぬいぐるみのような子供というか、アコゴのためのもののようだ。あ、これか。カルテを見つけた。精神の不安定だった女性のことについて書かれている。リハビリを終え、これが書かれた時点では安定したから、ここに移されたらしい。ここの様子を見ると本当にそうだったのか疑わしいものだ。なるほど。あ、これかな。薬瓶を見つけた。中身は精神安定剤のようだ。飲みまくってるからよく知っている。よくないっすね、それは。これで全部の医療品を集め終わった。私の仕事はこれで終わりということだ。もちろん次が待っている。さあ次は何でしょうね。いわゆる霊的な存在というものだが、私は信じていない。見知らぬ顔色の悪い少年や実体感のない猫を目にしてもなお私はそう考えている。だが幽霊という存在の存在概念がその生前の思いに起因されるというのは納得できる仕組みである。本人も死んでも消えないと思えてしまうほどの強い思いというものを何度も目にし感じてきた。医者という立場だと病床の相手がそれを持っていることが多い。死に近い者の多くが自分の運命と医者を恨み、呪詛のような言葉を吐き泣きわめき続ける。それは人間として全くもって正常だ。問題はそれと同じ声が今聞こえているということだ。よろしくないね。あ、はいはいはい。もういっぱいいっぱいあるね。かつて美容室で出会った女性のことを再び考える。医者は神じゃない、全ては救えないという言い訳をよく使うのを見る。医者が失敗すれば人の命が失われることもある。だから偉大な存在である神に責任問題を広げ、隠れ蓑にするのだ。神に祈り信じて救われる者はいる。だがそれを失敗の言い訳にする医者は愚か者でしかない。患者の命は医者の腕にかかっているし、その失敗は全てその腕の責任である。医者は神ではないし、手術室に神はいない。かつて私は彼女にそんなこと言った。すると彼女は彼女自身のお腹を見ながらこう言った。神は分からないけど天使ならここにいると。なるほど。 My Angel なわけですね。先ほど見た資料とカルテから鏡見るに、ここには精神的に問題のある女性と妊娠中の女性がいたようだ。なんでそんな二人を同じ病床にしたのだ。できれば悲劇は起こっていてほしくない組み合わせではあるが、調べれば何か分かるかもしれない。よし、じゃあちゃっと集めてみようか。まず万年筆ですね。はい、猫ちゃん取っておいで。OK、 猫のおかげで万年筆を手に入れることができた。ペン先が消耗しているようにも言える。力を入れて使ったのかもしれない。なるほど。で、しおりここにありますね。しおりを見つけた。どうやら誰かが丹精を込めて手作りしたもののようだ。ますます私は縁遠いものだ。なるほど。造花もありますよ。造花を見つけた。当然だがここに来てまともな花など見ていない。確かにさっきの花もね、偽物の花とはいえここでは本物よりありがたい。うん、なるほど。ハンカチ、あ、こっちにありましたね。はい、ハンカチです。ハンカチを見つけた。よく見るとかなり高級素材のような、持ち主の財力がうかがえる。で、ボールはここにありましたね。はい、ゴムのボールを見つけた。空気はここまで抜けているとゴミのようなものだと思う。ただこういったもので遊んでいた幼い頃を少しばかり思い出して悪くないと考えた。確かに。お手紙は知らん。あ、これか。手紙を見つけた。手紙には無事子供が生まれ家に帰ることを喜んでいる母親の言葉が書かれていた。あ、子供が生まれたんですね。誰が手かは分からないが、間違いなく読むべき
人に届いていないのだろうと。ここにあるということはそういうことですね。ネックレスみたいなのは知らないけれども、とりあえず子供用のおもちゃはわかる。生まれないぐるみを見つけた生まれるはずの子のためのものだったのかもしれない。その子がどちらの女性の子だったのかはわからないが、精神的に不安定な女性のものだったのかどうかは分かりませんね。おにゅうびんを見つけた。全体的に劣化をしているが、吸い口の部分を同様程度にしか消耗していない。赤子がこれを使うといったことはなかったのかもしれない、はあ、で、はい、ガラガラ。赤子用の玩具を見つけた。軽く打ってみたが音が鳴ることはなかった。あら、そうなんですか。あとネックレス的なものさえあればいいの。あ、これか。女性用のネックレスを見つけた。よく見ると裏にメッセージが書いてある。贈り物のようだ。わかりやすく大事なものだが、ことごとこれが放置されているのはあまりいい理由ではないのかもしれない。めっちゃ早かったじゃん。見つけたものはほぼ全てが入院し、この部屋で過ごしていた2人の女性のもののようだった。この病院全体に何かかしらの問題があったのは間違いない。その問題に彼女2人も巻き込まれてしまっていた可能性もある。うん、なるほど。さあ次からが怖いですよ。いくつかのことが分かったものの、結局この場所で2人に何が起きたのかを知ることはできなかった。当然といえば当然のことだ。望む全ての答えを手に入れることなどそう多くはない。もし全ての答えが手に入るのならば、それこそが不自然であり、何かかしらの意図がそこにあるのだ。答えを探すことを望む出題者がいない限り、全ての答えを明かすことができてしまっているのなら、それは偶然か奇跡でしかない。私は視線を上げて変容してしまった世界を鏡驚きながらも思う。鏡帰り見わからん。誰かの意図がなければこのような場所は見えるものかと。さあ行きましょう。何これ、何が書いてあるか全然わからん。この美容室でにいたであろう2人の女性のことを知ると、どうしても私自身のことを思い出してしまう。自分のお腹の赤子を天使と例えた女性のことだ。彼女は救われるべき命だった。私が駆けつけた時には全てが終わっており、その終わりは皮肉にもできない最悪のものだった。そこに私がいて目の前の選択を誤ったに過ぎないなら、私は自分自身を責めることができたはずだ。だが私はただ一つの過ちもなかったとされる処置の記録を見せつけられた。ほう。誰が悪いのか何が悪いのかすらわからない。それこそ神にしか訴えかけることのしかない状況だったのだ。もしその場に私がいて私が選択できたのなら、私は何でもするだろう。その私の気持ちを満たすためにこの場所は用意されているように思えてしまうのは傲慢だろうか。よくわからんっすね。情景が変化する直前、クラッと立ちくらみがあり、まるで天地がひっくり返ったかのような感覚があった。気がつくとこのようなこの様変わりだ。それらは、綿密な絵画のようで、その絵画をはっきりとした意味をはらんでいる。そして中央に吊られている天使の像、はい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 、これを解放し救うのは私の仕事のようだ。先ほどまでいなかったノートが落ちている。どうやら天使に関する何かが書かれているかのようだ。これさ、天地がひっくり返ったかのようって言ってるじゃん。でこれさ、なんかこう人がいっぱいいるよね。でこっちがなんかこう天使たちがいるじゃん。ということはこっちが天で、こっちが地なんだよね。だからこれ地獄で、こっちが天国みたいな感じじゃないですかね。でこれはつぶら下がっているけど、天これね、重力に逆らえば下に落ちる、まあ、下に落ちるけれども天に向かって落ちているわけだから、この子は天国に行けるんだけれども地獄につながれている模様ですね。不要なものを全て見つける。不要なものか、こういうやつ。剣、一度落ちた人間を抗うこと、一度落ちた人間は抗うことをやめてしまう。抗うことは無意味かもしれない。しかし剣を握り立ち上がった彼は勇者だ。勇者は不要であると。な、心臓、たとえ死を願うほどの苦悶であっても、意味の有無を考える前に守ることができる人間がいる。どんな罪を犯したであれ、その愛が無意味になることはない。分からんな。人形らしきものがあるね。ただのおもちゃの人形だ。少なくとも今はそうとしか見えない。とりあえずペナルティはないみたいですね。天使の誕生は訪れる。天の
天の極と地の果て等を人の世に不要なものが残っている限り、すべて正しくあれと天使は願う。天の国には最上の幸福があり、一切の汚れは許されぬ。堕落した者の一切を消し去れ。それらはすべてひたすら冒涜のほかならない。美しきものしか存在しない、ここには必要のないものだ。落ちた人間は地の果てから戻ることはできず、永劫の責め苦がある。落ちた人間は立ち向かうことができないほど無力。落ちた人間の持つものは全て無価値。落ちた人間たちに愛はない。そうして人の世は進歩する。迎合をなくして発展なし、自ら命を絶つ者に天は昇れる。自殺は許されないってことですね。歌のようにものが書かれている。これが天使を救うために必要なものらしいが、信仰宗教の訓示か何かに思える。確かに、確かにしか俺言ってねえわ。でも他に何が必要なんでしょう。とりあえず一個一個調べてみるか。ペナルティ特にないみたいな。これ人形か。諦めることを逃げ出すこともできなくなった人を自ら消そうとすることがある。あ、これから自殺しようとしている人か。はい。たどり着く先は苦痛だけである。彼女自身も周りの全ても。なるほどなるほど。地獄側に何かいろいろとありそうですね。でも本当に何なのかわからないな。この辺とか。あ、はいはいはい。精神を病んだ女性の落書きら壁画に混じってまだ見えている。ああ、まだ見える状態なのね。とりあえずこの辺ちょっとクリックしていこうか。大きな変革が起きても自分だけは自分のままであり続けようとする者がいる。社会的損失という尺だけで判断することはできない。要はどっちが幸せであるかということだ。なるほど。マンションとかいっぱいあるのに、なんか普通の一軒家がポツンってありましたね。そういうことですね。多分こっち側にいろいろとあるんでしょうね。はい。天井に妙な拘束具が接続されている穴のようなものがあり、そこから天使像が吊るされているようだ。少なくとも逆さの天使の像を吊るすための金具などという概念は現実には存在しない。お金か。地獄の沙汰も金次第だが、死に向かう人間にとっては紙幣制度など無意味だろう。だがそれを引き継ぐ大切なものがいる。それならば金の亡者にもなろう。ああ、なるほど。お金を掴んでいる人がいましたね。あと3つ。もうなんか変なものを見つけてはクリックしているような感じだから。壁に付着した血痕だ。よく見ると血の中に小さな傷が見える。え、わからんな。箱には何も入っていないようだ。気づくとこの部屋にいた。料金後払いの手術は失敗。僕はただ天井を見上げるだけの存在になった。はあ、何か回収したんですかね。とりあえずチェックしていこうか。はい、葉巻かな。時に相反する性質を持つものがある。毒であり癒しでもあるもの。手放す方が理想的であるが、そう簡単じゃない。葉巻ですね。ひとときの気休めになることもあるが、破滅することも多々ある。ああ、なるほど。あと何があるんだ。これ何、サイコロか。ああ、ダイスか。娯楽はある時に破滅を招く。そこに労働を伴わない金銭が伴えば、不健全とも言えよう。ただ楽しむことは罪ではない。時にそういったものを楽しみたがるのは人間というものだ。ギャンブルなわけですね。あと一個、コップのようなものがあるね。さあ、どの辺だ。何がその選択肢には当たるんだ。適当にクリックするしかないですね。あ、ちょっと調べ、ヒントもらおうか。気取った言葉の中には全て答えが書いてあるみたいな。ああ、なるほど。ノートの中に書いてあるわけですね。ひねくれ者の絵画鑑賞と同じら、眺めてケチをつけるところを探す。なるほど、なるほど。とりあえずノートもう一回見てみようか。いや、特にこの中になんか分かるものはないな。なんか他にメモ的なものがあんのかな。カップ。あ、これ天使の羽か。すべてが完璧であることが理想である。だがそうでないものの時の方が多い。それを共有できる心持ちこそが完璧への一歩だろう。ああ、なるほどなるほど。そうだ。絵の中で見つけた石の姿を私は手に取っていた。不思議な感覚だが、私は確かに絵を持っていたのだ。だがすぐに手からそれは溶け落ちて消えていく。その空想、この空想の翼を天使に与えることはできない。私がこの天使に与えられるものはあるだろうか。ないんじゃないですかね。とりあえず3つ目の
終わりましたね。逆さの天使はひび割れ、今にも砕けそうに思えた。もともと天使は不完全であった。翼がなく逆さに吊られている。私が見た時から最初から天使はそうであった。それは天使にとって、天使を生み出した誰かにとって辛い現実である。その誰かは技術の進歩や道具の充実や奇跡、いかなる方法をもってして天使を治したいと考えるはずだ。手段など救えるという結果の前には様々な些細なものだから。なるほど、結果が全てってやつですね。特定の条件を満たす。天使を救う。天使を救うんだ。天使が何を望んでいるかは分からない。だがノートが望むのは治療と解放。私はノートの命令の先にあるものが見たいと思っている。折れた翼を直し、その拘束、あの拘束から解放する。それが今私にできる唯一の治療だ。折れた翼を直し、拘束から解放するね。はい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 。釣られている天使と繋がっているところに何か鍵穴が見える。鍵が必要かもしれないが見当たらない。もしくは紐のようなものを切断すべきだろうか。鎖的なもの。翼に関しては翼そのものやその代用になるようなものが落ちているようには思えない。いろいろ調べてみれば分かることがあるかもしれない。じゃあいろいろ調べてみないといけないのね。ノコギリ。ノコギリのようなものら、重い木材を切断するためのものでこの場所にあるべきものではない。ギザギザとした刃は擦れることで物を削る。当てるだけでも痛みを与えるには十分だ。へえ。ダメなんかい。ハサミ、ハサミを見つけた。手に取って確認してみる。突然現れたこと以外は至って平凡だ。だがこれで天使をつなげる紐を切断できそうにもない。何か他に使えそうなものが必要。なるほど。これ何、手？手斧だ。木材を切ったり緊急時に何かを壊すために使われることもある。だがどうやらこれはここに存在しないようなものだ。触れた刃の部分がひんやりした感触だけが伝わる。すぐ終わる。包丁もある。やめて。どういった解放を望んでいるんですか。私の天使の一部は彼女の母お腹の中にいる。私はそれは私の刃を地に突き立てて証明される。不安定の女性が書いた言葉だ。単なる意味のない言葉なのだろうか。何かあるかもしれませんね。天使を吊るされている拘束具のような鍵穴のついているという他に形容できる言葉がない。よく見ると何か文字が書かれている。鍵は天使の主が持っている。何かの比喩なのだろうか。天使の主、神か。神が持っているというのか。だから神という存在がないぞ。この世に神はいない。神は死んだ。ここに打ち捨てられている以外ただの人形でしかない。誰かにとって心の支えだったとしても、ノートはこの人形を求めてはいなかった。あと何があるんだ。何かありますかね。下手にクリックするとさ、そのままゲームオーバーになっちゃうからさ。手斧や包丁、でもハサミを手に入れたってことは何かあると思うんだよね。鍵穴でしょ、ハサミ、天使がひどいひび割れがあり、今にでも崩れ落ちそうに見える。このひびをどうにかする方法はないかもしれない。だがせめてこの折れた翼を直し、拘束を解いてあげるべきだろう。翼を直す、翼を直す、翼を授ける。レッドブル。でもレッドブルはここにはない。地獄の沙汰も金次第かもしれないけど、お金でなんとかなる問題でもない。ふわふわ枕、ふわふわ枕はもうどうしようもない。どうしたらいいんだ。コート、帽子、翼の代わりになれそうなものなんてあるか。ヒント見るか。はい、鍵は比較的まともな彼女が持っている。翼は比較的まともじゃない彼が、彼女が持っている。どちらもここからじゃ見えない。どちらもここからじゃ見えない。どういうことだ。ああ、びっくりした、びっくりした。そういうことか。行かれていると思っている方が正しいこともある。行かれていると思っている方が正しいこともある。包丁か。包丁のようなものは料理以外に使うべきものではない。そのためか私の手は包丁をすり抜ける。しかし私の手を傷つけることはできていた。あらあら、ゲームオーバーでーす。残念でした、残念でした。どうすればいいんだ。メスはとりあえず必要なんでしょ。包丁、手斧、ノコギリはダメなんだよ。でもメスは必要なんだ。メスっていうかハサミ。
かに使えそうではある。何か調べるんでしょうね、猫ちゃん。とりあえず、あの、なんか、あ、鍵。妊娠中だった女性のカバンから鍵を見つけた。明らかに一般的に使われるようなものではない。それほどに意味のある鍵に違いない。おー、あれ、カバンだったのか。あ、じゃあこのカバンの中、今この箱を開くことはできない。あー、なるほど。はい。鍵を使って鍵穴を回すとカチッと鍵が外れる音がした。これで天使は解放されるだろう。天使が生きている意味はある。はいはいはい。高速は解けないのね。箱に関しては何かまだありそうですね。行かれている。他に何かあるはずだが。もうこのカバン関係ないでしょ。他にもカバンが何かあるのかな。人形ね。もう一個なんかあるのかな。あ、ハサミで壁を突くと壁が崩れ、中から石の翼を見つけた。気づくと崩れた壁はすぐ元通りに戻ってしまっている。これは気づかんよ。私が考える以上に彼女はまともだったのかもしれない。この場所を彼女は隠そうとしていたなら、私が考える以上に彼女はまともだったのかもしれない。とりあえず翼が あったよ。私の壁の中から見つけた翼を天使の翼に当てた。だが無理なようだ。折れた部分はこの翼をつなげてもいびつな形になってしまうだろう。この翼が天使のものではない。他の天使のものだ。この翼の主がどうなったのかは私に知る由もない。あ、これでいいんだ。難しいな。助けることができないこともある。だが解放することはできると考えた。鍵を開き、高速から翼の折れた天使を解放し受け止めようとした。だが天使は私の手から離れた場所に落下し、まるで裂けるかのように床の上に向かって落ちてしまったわけだ。地面に激突した天使は砕けた。天使の像は砕き、その音がまるで私を眠りから覚ますかのような衝撃を与えた。それが明確な指令あったが無意味なものではなかった。気づくと壁画は消え、天使のかけらも消えた。そしてそのかけらのあった場所に資料が置かれていた。まるで天使の中から出てきたかのように思えた。その資料は現代の技術では不可能であろう赤子の治療法に関するものだった。妊娠をした二人の女性がいた。片方の赤子はお腹にいながら大きな病を抱えており、もう一人の赤子は死が確定していたという。病のかかった赤子を治療するためにはすでに死が確定した赤子が必要であった。移植手術的なものかな。それはこの病院にいる医者らの手で両母親の許可なく行われた。結果病気の赤子は助かり、もう一人は予定通り死産であったという。その選択を誰が行ったか、その声が正しかったは私には決められない。だが自分の赤子が死を迎えたということを知っていた母の気が触れるには十分すぎる事実だった。もうそろそろですよね。治療はこう締めくくられている。治療のためには誰も傷つくことのない代償が必要と。そして医者として最大の理想だ。そして不可能だ。そうね。老化か。 OK です。難しいね。まあそんなにホラー要素は強くはなかったけど、まあ考えさせられる内容ではあるかなね。OK、 よし、じゃあ次回はストーリー4、老化ですね。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。